すももは、バラカサクラ族の落葉所を高木。また、その果実のこと。すももの果実は桃に比べて酸味が強いことが、和名の由来となっている。漢字では、リとも書かれる。英語では、アジアンプラム、ジャパニーズプラムなどと呼ばれる。地域によっては、破談鏡あるいは、破談鏡とも呼ばれるが、同じく、アーモンドと呼ばれるアーモンドとは別種である。 古くから日本に伝わっており、和歌などにも読まれる。農園で栽培されるほか、自生しているものもある。19世紀にアメリカに渡ったスモモは、育種カのルーサーバーバンクの手により、ソルダム、サンタローザ、ビューティーなどの品種として改良され、再び日本にプラムとして輸入された。それらをもとに、日本では大石和瀬、月光などに発展させていった。 スモモの花かきは、初春で白い花が咲く。加賀文化は7から8月頃。果実は、スモモ系は6月下旬から8月中旬。プルームの系統は9月頃収穫できる。果実は、クレナイや、黄色、果肉は、炭鉱色や紅色など品種によって異なる。代表的な品種としては、大石和瀬、ソルダム、サンタローザ、メスレー、太陽、ケルシーなど。 比較的新しい品種では、四方、月光、器用、秋姫、育みなどがあり、これらの品種は従来種より糖度が高く、生殖用に品種改良されている。葉が紅色のハリウッドは受粉樹に向く。スモモは自分の花粉では結実しにくい自家不和合成なので、ほとんどの品種で受粉樹が必要である。日本での主産地は山梨県など、桃とは異なる種で、 同じ、バラカサクラ族の梅、アンズ、桃の花粉を利用して人工受粉させることができる。長海田は開花しても結実しにくいので、中短海河及び花束上短海河を出させる剪定を陶器に行う。開花期に下に当たると不完全罠となり結実しないため、開花時期に伴走に合わない地域が適する。成り木なのに収量が少ないのは受粉樹が近くにない。 受粉樹との相性が悪い低温伴奏に当たったのが原因と考えられる。発芽する前に石灰溶合剤を散布して早果実が膨れ上がる。袋身病を防ぐ。シ食い虫油虫貝殻虫イラガ等がつく。2014年より、梅ワモンウイルスの緊急防除の規制対象植物に指定され、指定地域からの種子、果実以外の持ち出しが禁止されている。 完熟したスモモ、ソルダム収穫量都道府県別収穫量全1国、収穫量21、800トン、山梨県7、450トン、和歌山県に940トン、長野県に810トン、山形県1、560トン、青森県998トン日本国内の主な産地、ジャーンプラザムリソーシズインフォーメーションネットワークプラニス、スリシナリンドル。 バリエーション、スリシナ USDA2015 年6月1日、閲覧。高段社編、春の食材、四季の果物、高段社、2004年、P52、植物貿易書、梅はモンウイルスの緊急防除について、農林水産省2015年6月1日閲覧、農林水産省、平成25年3桃、すモの結果樹面積、収穫量及び、 出荷量全農全国農業、共同組合連合会山梨県本部山梨の、果物相もも和歌山県西室振興局、農林、ありがとうございます。